ここ光が丘は私たちの初お披露目の場所となっています。去年もそうだったんですが、今年のお祭り、初のお祭りで初お披露目をさせていただきます。今日よさこいデビューっていうメンバーもいまして、だいぶ緊張してるメンバーもいるので、皆様の温かいご声援よろしくお願いします。さあ、そして今年の霊人デイシャル稲毛のテーマは、君の瞳に8年越しのプロポーズというテーマです。アップテンポな曲と華やかな衣装にご注目いただいて、皆様に楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ温かい目で見守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、皆さん準備はいいですかね。流れるかな、はい、全然流れない。それでは参りましょう。霊人デイシャル稲毛アマテラス2014、君の瞳に8年越しのプロポーズ、オンリー。